はいどうも、橋本です。さあ今日はですね、前回福袋を開封しまして22,000円の福袋を購入して出てきたのがこちらのミズノグローバルエリートのカラーグラブですね。学生対応じゃなく草野球というか一般カラーで作られてるカラーなんですけど、ミズノのグローブなんでそんなにこう自分らが入っていってない場所ではないという中でですね、片付けの段階でいつも手もみ、スチーム、水もみ、まあ、湯もみ、あとやってないのと、まあ、オイル片付けとか、まあ、あとウォータースチームとかあるんですけど、このミズノの軟式用がですね、大体こう届いた時の硬さってこのくらいなんですよ。軽く握って動くぐらいかなみたいな。けど、まあ、動きはあってもそのポケットができているとかキャッチボールでいけるかって言われたらそうではないという中でですね、自分だったらこの片付けをするみたいなやつをちょっと紹介していこうかなと思います。で、実践していこうと思います。もし自分が学生だった場合はですね、まあ、スチーム片付けをして、まあ、部活だったら毎日使うんで、多分使っていったら1ヶ月2ヶ月で状態良くなって使えると思うんですけど、草野球の場合はですね、まあ、やっても週2くらいだと思うんで、多分この状態でスチームやっても、まあ、一時的な癖は取れるんですけど、試合に持っていくのに3ヶ月くらいかかっちゃうかなみたいな、まあ、2ヶ月3ヶ月かかっちゃうかなってのあるんですよね。なので自分がもしこれを学生で買うならスチームでいいんですけど、草野球で使う場合は水もみの方が自分はいいかなと思ってて、けど水もみもそのつける時間で変わってくる。そんな中で一瞬つけて揉むとですね、水のって結構皮の状態が良くなるんですよね。これ結構自分の経験で水もみが合うメーカーだと思ってます、正直自分は。なのでこの状態からですね、この一瞬の水でどのくらい変わるかというのを今日はお伝えしていこうと思います。てな感じで準備します。はい、というわけでですね、今時刻が11時15分です。午前中ですね、ここからやっていきます。で、いつもよりも時間はちょっと短いです。つける時間は、まあ、軟式のグローバルエリートなんでガチガチに硬いわけじゃないんで、多分キャッチボールは今取れません。この状態だとこういったら取れるんですけど肩がぶっ壊れると思うんで、ではやっていきます。このぐらいですね。はい、でスチームに入れます。まあ言ってしまえばここまではいつもと一緒ですよね。普通のいつもの工程なんですけど、途中で違うところがあるんで皆さん予想してください。何をするのかというところですね。で、まあスチームでほぐれてるんでこっからやっていくんですけど、まあ、この形はですね、まあ、俗に言う坂本選手モデルの形なので、順巻き指股なしの、まあ要はこういう感じですね。このこっち側が入ってくる感じですね。自分があんまり使わないやつです。ちょっと土手をほぐして、まあ、いつもよりは入れようかな、せっかくならこっちっぽくいきます。実際まあこれはですね取りやすいんですけど、多分自分がただ慣れてないだけです。あとはですね、草野球とかってグラウンドがボコボコなので、打球によってはもう絶対掴みに行かなくちゃいけないだけあると思うんですよね。なのでこっちの方でも、まあ、自分もやれって言われたら全然やりますけど、自分はもう多分中学生ぐらいからスラッガーを使っちゃってたので、そっちの形がなんか取り方身についてるってだけですね。ちなみにシルバーはですね、自分初めてですね、ミズノのシルバーをやるのは。なんかポロポロいくわけでもないですし、全然水もみとかいけると思います。スチームもいけると思います。ちなみに昨日ゴリスポが神宮球場に試合見に行ったらしいんですけど、青木選手がヒットを打ってましたね。あとブリンソン選手が手を振ってくれたらしいです。レフト席で見てなかった。昨日レフト席で見てたんで、ブリンソン選手がいたんで、ブリンソーンって言ったんですよね。はい、はい、だったらめっちゃ振り返ってくれて素晴らしいですね。うん、やっぱあとなんかありました、気づくことは。あとね、僕グローブの配色もめっちゃ見てたんですけど、ね、はい、やっぱ巨人の選手は黒が多いですね。おー、まあ、チームカラーっていうのもあると思うんですけど、やっぱ黒がいいんですかね。いやどうなんですかね。革質とかもどう思いますか、ユーポン。いやでも黒とオレンジ多いなってイメージありますでしょう。はい、よく見に行ってますね。見に行ってます。このグローブも黒色入ってますからね。確かにいいのかもしれないですよ。そうですね、でも補給面青なんで。あ、なるほどってな感じです。はい、ありがとうございます。作業に戻ってくださいすごいな、青。うわ、真っ青ですね。うわ、はい、ってな感じで、いつもとはちょっと違う、まあ、つかみ系の形ですね。ちょっとウェブ下にポケットが流れてますね。まあ、自分はあんま使わないんですけど、全然使うってなったら使えます。ただ試合で使うならちょっと1ヶ月ぐらいこっちの形の練習はしたいなっていう、そんな気はしますね。ここでプロテオスをかけます。ちなみに多分シルバーは入りません。はい、でこんな感じです。で、いつもだったらこれ店内で乾かすんですよね。今日は違います。
はい、というわけでですね、モンタナスポーツさんにあるあのスキーのブーツを乾かすやつをちょっと今準備してもらってます。で今熱を上げてもらってるんですけど、多分これを普通に入れてしまうと結構高温らしいので、こうやって逃げ道を作って使います。それがおそらくいいと思うんで、中はこんな感じです。今ちょっとぬるい風入れてるんですけど、もうちょっとで温まってくるらしいんで、これを入れて多分閉じちゃうと熱すぎるんで、まあなんか支えておけばいけると思うんで、ってな感じでちょっと準備します。はい、というわけで12時26分です。まだ片付けしてから1時間経ってないんですけど、あとちょっとここだけが乾いたら終わるかなって。これちょっと今から移動するんで自然乾燥に切り替えますけども、かなりいい感じですね。全然ロック切れそう。いきますね。じゃあプロテオスをしてまた行きます。ちなみにこれは自分らが買ってるプロテオスなんで、お店のじゃないです。自分らの実費購入したプロテオスなんで、まあ自由に使えるって感じですね。青がすごいっすね。はい、こんな感じですってな感じで、あとは自然乾燥して経過を待ちます。はい、というわけで4時19分ですね。撮影ちょっと2時間必要なのでやってたんですけど、ずっと干しときまして、揉んだのが11時過ぎでしたね。無事に乾きました。うん、はい。まああとはもう放置で大丈夫と思うんですけど、ここでオイルを塗らないで完全に抜きます。いいですね。ちょっと自分がいつも使う方とは違うんですけど、ウェブ下でがっちりつかむような形に仕上がったかなと思います。あとはもう自然乾燥でひたすら風に当てておけば水分は抜けるという感じになります。撮影の翌日っすね。今日は試合なんて使わないんですけど、キャッチボールだけ軽くやりました。はい、これがまあ言ってしまえばちょうど24時間前に揉んだってな感じです。まあいつもの違う片付けなんですけど、ウェブ下に入る感じにこの型通りにつけてるかなと思います。こんな感じですね。そして今月のプレゼント企画はこちらの GS 端材グラブを1名様にプレゼントします。よく見ると毎月カラーが違うんですけど、いろんなカラーリングの組み合わせがありまして、今回はこちらのカラーとなっております。ですがこの端材グラブも残り少なくなってきまして、一旦5月で終わりかなという感じになってますので、ぜひ皆様ご応募よろしくお願いします。チャンネル登録とコメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。当選発表は6月1日の動画で行います。